わゆる刑務所から出所した後の話、ま、ケイさんがアメリカから、さっきお話ありましたけども、帰られて、ま、警視庁呼ばれて、ま、そこでこうもう足を洗うっていうことを決意したとおっしゃってましたけども、うん、逆にそれができない人も今まだまだたくさんいるわけじゃないですか。できない人もたくさんいるって、できないんじゃなくてする気がないんだと思いますよ、うん、それは言えますね。ね、足を洗う気がそもそも、いやだから就職で斡旋したところですぐ辞めちゃうんですよ、はい、うん、1月もたない人がもうざらに多いですよ。だから紹介したこっちがちょっと恥かくぐらいなもんで、うん、もう普通の出来事になっちゃっててね、まあ、できればね、なんかなんていうんですかね、作業をする施設をこっちが持って、はい、全部入れたいと思いますけどね。起きる時間いつでもいいよって、昼頃起きてもいいし、よっぴで作業やるなら作業やると、そんなことやりたいなと思いますけどね。逆にその本人次第だけど、本人が辞める気ない、抜ける気ない、足洗う気ない、これやっぱなんて怠け病ですよ。怠け病、そう、うん、本人は自由って言い換えてるんだけど ね、でも勝手なんですよね、うん、身勝手は。じゃあそのよくこう戻りたくても戻れないみたいなことを言う人もいるじゃないですか。本当は堅気に戻りたいんだけども、うん、なんかやっぱりこういわゆる堅気の世界に馴染めない。いや例えばもう上の方にいて、はい、ね、やっぱ若い人何十人何百人っていて、やっぱ責任があってそういうこと言うんだったら分かりますけど、多分末端でそれを言うのは多分もう戻る気がないと思いますよ。さっき言った怠けだったり甘いだったり、そうですね。あとは、ま、例えば辞めた時に、例えば辞めた途端に誰かにいじめられるのが嫌だとか、なんかそういった理由があるんだと思いますよ。それはそうですね、はい、だからビッグネーム、関西のビッグネームもそうだけども、うん、まあそそのかして気に食わないやつをやっちゃったと、うん、まあ有名な事件でね。だけどもそこにおける地位がまあ何文字かなんかで、あって、そこの作った家に住まないと命取られちゃうっていうケースもあるわけです、はい、何言ってるか分かると思うけど、そういう人なんですよ。もともと関東の人なんだけども、無理やり大阪弁喋ってた人もいるし、うん、難しいですけどね。自分もだから日本帰ってきてやっぱ辞めて、やっぱ堅気になったっていうことで、やっぱ自分の店にやっぱ新宿のそういう組織の人たちが20人とかで刀持ってきたりとか、散々最初の頃ありましたよ、うん、そういうのはやっぱ面倒くさいとか嫌な人はいっぱいいると思いますよ。そうなんですよね。僧侶になっちゃう人もいるし、ね、うん、牧師になっちゃうとかしてるんですけどね、うん、やっぱりみんな電話かかってきたりして最初あるんですよ。それでやっぱりお金儲けできるんだったら、お金困った時に、まあしょっちゅう困ってますけどね、ガジルって言ってね、うん、もうお金持ってく人、無心に来る人多いですよね。そういう時に呼ばれてちょっとご飯食べてると全然場が違ったりなんかするんで、よく呼ばれて飯食ってますよ。何なんだろう今日と思うんだけど、例えばその特にここ本当に数年だと思うんですけど、日本っていうと一度こう罪を犯した人間に対してもうセカンドチャンスすら与えられない風潮みたいなのがあるじゃないですか。もう、そうなんですか。自分は、まあ、戻れないみたいな、まあまあ、特に有名人の方が多いと思うんですけれども、まあ、一回こう何かつまずいたりとか犯罪を犯してしまうともう誰も受け入れてくれないみたいな、うん、で逆にアメリカってそんなことないじゃないですか。アメリカ、ね、うん、覚醒剤で一回アメリカ違うし、はい、日本と違う、もちろん、はい、日本とイギリス似てるんですよ、うん、なんでかそれこの島から出られないんですよ、どっちも、うん、昔からそうなんだけど、鎖国してた時もそうだし、まあ今はもう自由に船もあるし飛行機もあるから自由に行き来できるんだけど、その前ってついこの間まで150年前までこの島から出られなかったじゃないですか。そうするとあいつ前科あるよとか、あいつちょっと札付きだよって言うと就職させないと、やっぱり故郷を離れて、まあ身分も過去も隠して仕事するっていうことしかできなかった。で結局その昔の
まあ銀行強盗やった銃砲店強盗やったって赤軍の連中がいてね、まあ十何年ぐらい20年近く姿をくらまして名前も変えてってやってるのがあって、それで時効になったから出てくるってのがいっぱいいて、一緒にトークショーなんかやるじゃないですかほとんど一緒ですよ、うん、日本ってどっちも右も左も、うん、まあ右でもないんだけどヤクザっていうのはね、しょうがなくてね言ってるとこあるんだけど、左は左でしょうがなくてっていうのがあって、しょうがなくて極左みたいなね、しょうがなくて爆弾犯みたいなんですよ、うん、どっちにしろあのこの島国から出られなかったら弾かれちゃうんですよ。でイギリスもそうなんですよ。ところがアメリカは違う、広大なとこ行って要するにプログラムに従えば別人になれるんで、うん、逆にもう難しいですかね、やっぱ日本っていう、日本はものすごい難しいですね。でネットなんかあるじゃないですか今、あれってね、なんかこうかなりフェイクのメディアなんだけども、それを信じるやつとかいたりして、ちょっと喋ったら炎上するみたいなとかあって、姿形を隠すという形でなかなか出らんなくなっちゃったんですけど今ね。例えばそのセカンドチャンスをただ当然与えていかなきゃいけないじゃないですか、そういう人たちに。そうじゃなくて構成絶対できないし、そういう場合にこう本人っていうよりも周囲の人間っていうのは、例えば前刑務所入ってる人だよとか元犯罪者だよとか、そういう人に対してどういうふうにこう接していけばこ うまくこう回っていくじゃないですけども、どう思われますか。自分とこは刑務所から出てくるとみんなとりあえずこう来るん で、はい、で手紙のやり取りも結構してるん でやっぱね、やっぱ長い人もいるし短い人もいる中で、やっぱ出てくるとやっぱ自分のわがままをやっぱ言うわけじゃないですか。でやっぱ聞いてるとやっぱ甘えが8割あって、で刑務所行ってたから仕事がないからなんか仕事世話してくれとか、ここで働かしてくれとかね、やっぱ聞いててもやっぱ8割はもうわがままと甘えですよ、うん、で本当に自分で立ち直ろうとする人はあの会いに来た時にそういうこと言わないですもん、うん、で何ヶ月か経ってこういうとこに就職して今頑張ってますって、もう一回来る子はちゃんとしてますよね。で紹介してあげても必ず1ヶ月持たないで辞めてますよ。だからあれですよね、例えばの話が、まあ、5つか6つの仕事をこちらが与えられて、あるいは自分でそういうふうなエンタープライズ持ってるのが一番いいですけどね、うん、来たら要するに森林伐採やってみなって、うん、とキャンプ毎日やってる感じで持つかもしれないし、いやダメだったらこっち運送屋だとかね、うん、酒場だとかね、まあ、そういう向き不向きあるんですけど、それやれたら最高ですけど、うんうん、選択肢がたくさんあって、うん、でもまだ若いし、あのまあ弾打ってね殺して、まあ、殺されるかもしれないけど傭兵行きたいって言うんだったら行きゃいいんですよ、うん、それいくらでもね、あのアメリカには傭兵のスカウトいっぱいあるから戦地行って、まあ今はもうイスラム国ほとんどないけれども、イラク行くとかね、アフガンまだやってるし、そういうのはあるわけですよね。これは公に言っていいかどうかは別として、そういうニーズはずっとあるんですよ、うん、人類は。スイスが傭兵の輸出国だから、もともと平和な国と言ってるけども、で世界一の傭兵の輸出国扱い高が最高なのはスウェーデンなんですよ、みんないい、まあ、あの知らないけれども、まあ本当の話、スウェーデンなんていうのはその傭兵のね、あの派遣であのマージン取って儲けてる国なんですよ、うん、業者から。意外ですけどね、うん、だからそういうふうな形で良ければそういうふうな仕事もあるしっていうんで、多角的なエンタープライズ実は持ちたいですね、うん、今でもね、うん、あの最後にですね、まあ、ちょっと今回あの映画の公開記念っていうこともあるので、あのまず北島さん今回映画にもご出演されてますけれども、あの出演オファーを、まあ、受けて ご出演された理由というか、なぜこの映画に出演しよう。そうですね、まあ自分とほぼ体質が同じだからスムースにいった、はい、で V シネにいっぱい出てるんですよ、はい、それを竹内力と一緒にやってたりとかね、で原作僕だったりとかってあるんで、はい、まあかなりスムースなんですよ、うん、多分ケンさんと遭遇してるはずなん、うん、うん、白金で、ね、今さっき聞いて分かったんだけど、うん、そんな感じでですね、まあ
非常にスーッと入っていったんですよ。映画自体その、まあ、ご自身もご出演されましたけども、の何かご感想だったりとかってのありますか？ああいう映画もっとできた方がいいですよね。ああそうですか、うん、それであのアウトローだとか、まあ、要するにそのガチガチの、ね、教育者とかの話だけじゃなくてね、まあ、要するにその、まあ、民間放送でも今、まずいろんなことができなくなっちゃってるんだけども、こういうふうなその映画というものがね世に出る素地ってね、やっぱり大事だと思ってるんで、もっと増えてもいいだろうと、うん、それでもっと理解がねあの増えるように、まあ、地上波なんかもそうなんだけども、まあ、ある意味でそのメディア教育が必要だろうなと思います。ケイさんのチーム、まあ、あのまだ公開はまだですけども、ね、試写会何度かやられるじゃないですか、ね、でそれで反響だったりとか周りからの、結局これ撮り始めて10年経ってるんじゃないですか。で結局もう自分の周りみんなもうやんないと思ってた人が結局結構いて、はいはい、うん、で やっとだねっていう人が多数ですかね。確かにすごい若い計算出てますもんね。やっぱ10年だいぶ年取りますよ。今あのこういう映画もっと北島さんあのもっと出した方がいい、作った方がいいとか。そうなんです。あの実際今結構増えてるじゃないですか、まあ、ドキュメンタリー、フィクション、あのいろいろごちゃ混ぜではありますけれども、漫画だったりとか、映画だったりとかアニメだったりとか、この辺っていうのはどうご覧になってますか？あの多様化多角化、それであの娯楽もですね、それこそスカパーでねものすごいいっぱい見られるとか、そういうふうなその好みでねあのチューズできるっていうね、この多様文化、これちょっと素晴らしいことになったと思います。だからまあなんていうんですかね、嫌いな人見なきゃいいんで、嫌いな人は買わなきゃいいんですよ。好きな人だけ買ってくれ、多分好きな人はいるんですよ、食わず嫌いの人が。ということで、もっともっとたくさん出て、そういうものが出てきて、でたくさんの理解を得ながら、あの理解が賛同ではないんですよ、理解したってだけでね、それで嫌だったら U ターンしてくれっていう形ですね。ケイさんはどうですか、それこそこの映画だったり、まあ、今漫画もやられてますけれども、はい、まあ、読者の方だったりとか、映画これから見てくれる方にどういうことを感じてほしいか。まあとりあえず見てもらって、なんかあの参考にしてくれればいいかなと思ってますね。参考にって自分の人生、その人 あの例えば何か悩んでたりするんであれば、何かの参考にしてくれればと思う。ありがとうございます、うん、大丈夫ですけど、すいません、長々ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人でなんか雑談みたいな、はい、あ、いいですね。